はい、どうも、そらです。今日9月22日水曜日、4連休明けの日で、昨日が本,本来ならね、いつも通りの週なら練習が火曜日にあるんですけど、祝日っていうこともあって人が集まらなくて試合がなくなったので、えー、月かオフになって、今日もオフになりました。自主練で夜グランドが使えるっていうことなんですけど、えー、今日は行かないでおこうと思います。えー、その理由としまして、前節、今週の日曜日ですね、試合があったんですけど、前半もうほんと始まってすぐ5分ぐらいで、 負傷しました。えー、その試合中はもうなんかアドレナリンとかで出てて全然走れたんですけど、試合終わってから立てなくなって力が入らないっていう状態になってしまって動くのも難しいくらい自分の中で痛みが出てしまったので、えー、月火オフにして様子見てたんですけど、今日水曜日も結構まだ治ってきたのは治ってきたんですけど、痛いんで無理せずにケアの日にしようと思います。 ちょうどねリクエストでケアの動画見たいっていうのもあったんでよかったら見ていってくださいはいで負傷した場所なんですけどこの辺になります相手がクリアボール出そうとしたんで右足でこうやって止めに行ったんですねでそしたら相手の振り足がこの辺に思いっきり当たってここに入ってもう全体的にもうこの辺に痛みが広がってますなった次の日はここを押さえてても痛くて 結構内出血が広が広ってたのかなぁと思いま,すまああとはそうですねアキレス腱からここのふくらはぎの下の部分にかけてめちゃくちゃ痛みが強くて徐々に調整をしていきたいなと思います。 だいぶ普通に歩けるようになりましたね。順調順調。はい、ってことで散歩中なんですけど、だいたい20分ぐらい散歩しようかなーっていう感じですね。風も吹いて、風が心地よいぐらいに吹いてるので、ゆっくり散歩していきたいと思います。 はい。っていうことで、今日のお昼ご飯はこんな感じです。まず最初に、こちらのレタスとブロッコリーとトマトのサラダを食べます。その後、えー、それによって食物繊維のお腹が膨れるので、えー、食事量を抑えつつ、しっかり噛むことでビタミンを取ることができます。すいません。こっちですね。はい。で、次に食べるのは、小松菜と揚げの煮物です。これは、野菜をとるっていう意味でも、で、油揚げで少し、 油を取っておくっていうのも意識して食べます。で、次はキムチ豆腐を食べます。キムチは発酵食品で腸内環境を整えてくれるっていう効果が期待できるので食べてます。豆腐は植物性タンパクなので食べるようにしてます。はい。で、次は納豆ですね。 納豆も同じく発酵食品でありながら植物性タンパクを含むので毎回食べるようにしてます。はい。で、続いて魚です。魚はね、魚に含まれる DHA と EPA っていう不法和脂肪酸っていうのがあるんですけど、それが血液中の、えー、コレステロールとか、えー、何やったっけな、中性脂肪を減らしてくれる効果があって、 それによって血液循環が良くなる効果が期待できるんで、ケアの日には持ってこいかなと思って、いつも魚を極力、まあ普段からですね、食べるようにしてます。ということで、今日のお昼ご飯はこんな感じです。 完成ししまたちょっと読んでいきたいと思います。てか全部読みます。Ich erkläre den Ceres Osaka. Ich liebe Ceres Osaka. Ceres b e d e u t e t Sakura. Sakura ist baum. Farbe ist p i n k s o das s der Mannschaft Farbe pink ist.Der Mannschaft ist gute Abwehr.Kagawa hat zum Ceres g e h ö r t イチマク加川、エアイーストす。フットボールスピーラーインジャパン、セレスイストザーグッドツーグロスイエンドムユンゲン、ミナミノキヨタケ川、っていうこんな感じで、えー、今日はやっていきたいと思います。 Farbe der Trikots, oder meinst du? Ja, Farbe des Vereins, Farbe des, des, Farbe der, des Vereins, ja, die Vereins. <laughs> okay, dann sagt man: Also deswegen, deshalb sind die Vereinsfarben pink. Thank you.